フランスの詩人、文学者、シュルレアリスト。ちなみに、誕生日については、ブルトン自身しばしば2月18日とも公言しているが、それは、私的な意味でのことで、書類などでも2月19日生まれとはっきり記されている。第一次世界大戦頃、当時フランスではあまり知られていなかった、フロイトの心理学に触れ、終戦後、ルイ・アラゴン、フィリップ・スーポーらと共に、ダダに参加するも、1920年代に入って、トリスタン・ツァラと対立し、ダダと決別。以後、アラゴンやスーポー、またロベール・デスノスらと共に、新たな芸術運動を展開、眠りながらの口実などの実験を試み、1924年、シュルレアリスム宣言の起草によって、シュルレアリスムを創始した。以後、シュルレアリスム革命誌の編集長となり、シュルレアリスムに感化された多くの芸術家がパリに集まる。ブルトン自身は拡大していくシュルレアリスムの中心的存在、法王として君臨し続け、ナジャなどの作品や多くの評論を表した。第二次世界大戦中にはアメリカ合衆国のニューヨークに亡命していたが、マルティニークを経由した際に、エメ・セゼールと出会い、熱帯夜、帰郷の音に衝撃を受けた。亡命後は合衆国でも活動を続け、戦後はフランスに戻る。シュルレアリスムから芸術家たちが離れていく中で、ブルトンは終生そのシュルレアリストとしての立場を貫いた。ダダの活動を経ているためでもあるだろうが、著書の中では既存の芸術を批判していることが多い。ただし、ルネサンス期の画家ウッチェロを好んでもいた。パリ9区のフォンテーヌ通り42番地にアパルトマンを持ち、ブルトンの書斎には絵画などの芸術作品だけでなく、アフリカの民芸品などが多数あり、ブルトンはそれを時には交換や寄付をするなどしていた。ブルトンの娘オーブラが守ってきたそれらの膨大なコレクションは批判がありながらも2003年をオークションにかけられることになった。2008年5月21日には、ブルトンのシュルレアリスム宣言など9点の自筆原稿がパリのサザビーズでオークションにかけられ、パリの書簡、直筆原稿博物館が360万ユーロで落札した。1926年頃、ブルトンらのシュルレアリスム運動は、当時の革命的組織、共産党からの厳しい批判を受ける。正当防衛などによっての自己弁護も、ほとんど理解されず、結局ブルトンは数人の同志と共に、あえて共産党に入党するということを選んだ。それでも共産党からの追及は厳しく、また思想などが本質的に異なっていたために、結局離れることになる。しかし、アラゴンやエリュアールなどは、後に共産主義に進んだ。シュルレアリストのグループ内で共産主義の集団に反啓蒙的な傾向があると、ブルトンは判断していたらしい。ただし、ブルトンはトロツキーの著書、レーニンに感銘を受け、それ以来影響を受けてもいる。1940年頃には、当時メキシコシティの隠れ家に住んでいたトロツキーを訪ね、一つの著書を共同執筆することとなった。シュルレアリスム宣言発表の頃のブルトン1924年作。シュルレアリスムを運動として組織し、拡大させるきっかけとなった書物。もともと、シュルレアリスム宣言は、児童記述による物語集、溶ける魚の序文として書かれていたが、シュルレアリスムという言葉をはっきりと定義したことで、宣言へと姿を変えることになった。本来の書名は、シュルレアリスム宣言、溶ける魚となっており、宣言に、溶ける魚を兵をサムする形をとっていた。しかし、後に出版される、いわゆる宣言集などでは、第2宣言、第3宣言か否かの序と、シュルレアリスム宣言を第1宣言として、編集し、溶ける魚は切り離されることになった。また、ブルトン著の他の作品としては、現実の女性、ナジャとの出会いで現実の背後にある、超現実の存在を実感する体験を語った、ドキュメントの3分作品、ナジャのほか、狂気の愛、通定記、シュルレアリスムと絵画など、またスーポートの共著による児童記述のテクストを修正したジバ、エルアールとの共著、処女解体などがある。ブルトンはシュルレアリスムを創始し、運動として組織した。その中でブルトンは前述の通り、法王として君臨した。そのようなブルトンは、エルンストやダリら多くの芸術家をシュルレアリスムから除名している。このブルトンの態度、行動、やり方といったものには多くの人間が反発しており、例えばダリは、ブルトンはシュルレアリスムの父であり、子は常に父より優れ、子であるダリはその父から離れていったと語っている。最初の妻シモーヌは、ブルトンとの結婚以前に、友人への手紙でブルトンを率直な人物と評していたが、著書にしばしば見られる過激な言葉などからも、ブルトンの人柄がいくらか知れるだろう。アラゴン、LR、スーポーといった、シュルレアリスムを創始したメンバーのほとんどは、後にブルトンの元を離れている。児童記述は、あらかじめ何も予定せず、先入観を捨て去り文章を書きつけるという、主に文学の表現方法で、シュルレアリスム宣言の中に示されているシュルレアリスムの定義に即したものと言えるだろう。ブルトンは児童記述を重視し、スーポーとの共著による児童記述の方法によった文章を修正した磁場が最初のテクストシュルレアリストと言える。ブルトンはその後もシュルレアリスム宣言に編集された物語集、溶ける魚など、児童記述をシュルレアリスムの重要な要素としていた。しかし、シュルレアリスムの法王としての協調的な態度と児童記述法を重視する態度にマグリットなど反感を覚える人物もいた。日本のシュルレアリストとして知られている滝口修造は児童記述の方法を用いて作品を書いている。岩谷国士などは児童記述、またその成果を高く評価している。長井厚子役、人文書院、1997年、塚原文、谷正親分、視聴者、1997年、オクタビオパス、鼓周分青二社1998年。ありがとうございます。